こんにちは、速稼塾の久保です。継続は力なりって言いますけどもね、最近この言葉は時代にそぐわなくなってきた部分ももちろんあるんですけども、しかしですね、やっぱり王道としてはこのインターネットビジネスの世界、継続は結果なりと言いますか、継続は勝利なりということかなと思います。やっぱりね、多くの方続かないんですよ。多分この動画を見てらっしゃる方もいろんなことをインターネット、ブログとか SNS とかインスタグラムとかされてると思いますけども、続かなかったでしょ、ね、続かないってことはどういうことかっていうと、もう儲かってないってことなんですよ。でも儲かってる人ってのは儲かるから続けるじゃないですか。でも儲からなかった時代も続けてるんですよ、だからそこだけなんですよね。続けてると勝手に他の人は退場していくんですよ。残念ながらあと1週間1ヶ月1年続けてれば物になったかなっていう、そういった逸材もですね、どんどんやめてるんですよ。いや、私もこうやって情報発信活動する中で、いや、この人が継続したらとてもじゃないけど叶わねえな、この業界この人にかっさられるだろうなと脅威を感じた人も去っていきました。みんな去っていきました。なんだこれやと思いますよね。あれ、なんでこの人は自分が継続したらどういう、いい目に遭うかっていうのを想像しないのかなと思っちゃうんですよ。要するにこれは近視眼的なんですよね。例えば継続していこうと思ったんだけども、今日は体調が悪くなったとかね、家族に何かあったとかね、なんか転勤したとかね、いろんな事情が差し込んでくるんですよ。でそっちの方に行ってしまうんですよね。だからこれは人生しょうがないと思いますけどもね、ただやっぱりね、私はこうやって8年前に始めて、最初からねある程度結果は出たとは言っても、でも出なくても多分続けてたと思いますよね。それはスタートするときにやっぱり今私が言ってることと同じことを聞いたんですよ。この業界は勝つ必要はないと、戦う必要はないと、居座るだけで勝てると、なぜならみんな去っていくからということなんですよ。手軽に参加できるし、一時期やめててもいつでもまた再参加できる、このね、緩い縛りが多くの人を続けさせないんでしょうね、きっとね。確かに義務も責任も何もないんですよ。やるだけなんですよ。だからやめることも容易なんですよね。やめたところでもう一回やろうかなと思ったらいつでも参加できると。だから振り出しに戻ったってことも気づかずにね、またやめてしまうんですよね。一日一日連続して積み重ねていけばそれは継続なんですけども、途中でね、たとえ一日でも二日でも休んでしまったら、また振り出しに戻ってそこからスタートなんですよ。市場からはもうあっという間に忘れられますからね。でやっぱり信頼もされないでしょうね、やっぱりね。なんかマトリックスアフィリエイトっていうのがあったんですけども、とんずらしていなくなるんですよ。でどっかでまた出てくるかなと思ったら出てこないんですよ。でもマトリックスアフィリエイトじゃなくても続けてる人っていうのはやっぱり意識されますよね、信頼されますよね。Facebook ライブっていうのを私ずっとねやってたんですけど、4000回で、 YouTube ライブの方がいいなと思ったんで変わったんですが、 Facebook ライブもね毎日やってる人っていたんですよ。ただ毎日なんですけども、1ヶ月として続かなかったですね。私はこの YouTube ライブの、Facebook ライブの制度が始まってから、YouTube ライブに振り返るまでずっとやってました。で、なんでね、Facebook ライブをやめたかっていうと、Facebook ライブの画像の精度が悪いことと、それから Facebook ライブの動画がダウンロードできなくなったからなんですよ。もちろんできるんでしょうけども、なんかダウンロードをいつものにしようと思ったら、全然ね、ファイルにならないんですよ。そういうふうなシステム上の不具合で私は退場して YouTube になりましたね。だって YouTube のいいところは YouTube ライブがそのまんまアーカイブになることなんですよね。すごく手間がかからないと。で画像もやっぱり YouTube で放送したものが YouTube になるわけですから、それはいいですよね。いや、よかったな。継続していきましょう。継続は結果なりということで今回お届けしようかなと思いますね。まあ今まで散々言ってたことなんでね、新しいことはないですよ。継続することだけですよ。勝とうと思ったらね、まあ世の中継続してるビジネスしか残ってないですからね。当たり前か、当たり前のことやらないんですよ。当たり前のことね、マトリックス。